ついに済んだもん。もちのちゃんやシャリ子と同格になったぞ。なんか絵柄が思ってた糸ちゃん。これじゃないかん。この絵柄でやってほしい。とこれだよ。早口で陰謀論喋り出しそう。この何も考えてないバカ感がええな。もう半頭身短い方が可愛さ出ると思う。絶妙すぎるなこの絵柄。つむぎとかはこいつの絵より公式絵がいいんだけど。これ公式じゃないの？公式じゃないぞ。可愛い。いい感じに腹立つ顔してんな。公式イラストずんだもんは女の子すぎるわ。え？登録してるチャンネルによってこいつの印象って全然違うんだよな。ちょっと可愛いよりやな。もう少しふてぶてしい感じを出してほしい。積んだもんに求められているのは可愛さではなく畜生ムーブと転落人生。積んだもんが金稼ぎしたり陰謀論振りまいたりするけど最後には痛い目に遭うって展開がいいけど普通の可愛い系漫画になるんかな。いつもひどい目に遭ってるよね。この子好き。積んだもんを男として広めるな。もっとこしてこせこしてそうな感じにしろ。このぬいぐるみ欲しいけどどこにも売ってないしネットだと定価の5倍近くするんやが。かわよ。公式積んだもんなのに可愛い。パッパがこいつの解説動画クソデカ音量で見てて困る。くさ。他人を束縛しそう。積んだもん人気が無視できなくなったからなんとかクリーン化して押しとるけどだったら先に YouTube にあるイメージ最悪な動画浄化した方が早いよな。権利者削除申請したら騒がれて水を差すとでも思ってんじゃねえの。積んだもん陰謀論者だったり激安商品買ったり会議中にオナニーしたりしてるイメージやから公式のキャラがわからん。最近 YouTube に増えすぎやろ。ゆっくりの枠がこいつになったんか。僕これ好きかも。